はい、とテイルズオブアライズ実況プレイパート26やっていきます。まあですね、新しくメナンシアに到着したということで、ここでしばらく活動していくことになるみたいです。ちょっとローの操作を練習したいと思うので、まあ、しばらくは、ロー使おうかな。フルールのお友達がどっかにいるっぽいんでね。攻撃あるのみ。早く。レンガ弾。炎よ。うわい。ごめん。いくぞ。どうだ。スライダー。終わり。軽く破綻ね。ガリオウ空破。ガリウス。魔人剣ソーラ。終わり。軽く破綻ね。ガリウス下げろ。氷とどら。あれ？火力波が当たらねえ。片付いたわね。パーティーリトップはいいんだけど、あ、こっちか。行きましょう。ああ、問題ない。お、どうやら近くにいるようだな。あ、いた。ほほほほほほほ。来る。森もにぎわってきたかな。アタッチメントもらえるくらいだからな。あらら、 お友達がいる。ここにも探さないと。あれ、こいつの素材もしかして武器に使えるんじゃない。容赦しないわよ。ごめん。氷の槍よ。離れちゃう。避けてよ。切り裂け。よく攻撃。ガリオウ空破。ドラゴメ。レンガ弾。ゼットメ。氷流レンガ弾。対空技が使いづれえな。特訓の成果が出たぜ。あまり使う機会でない空中技が。空中技ねえし。どうした？変な声なんか出して。悪かったな。ここの景色見てたら思わず出ちまったんだよ。景色？岩山とか緑がそんなに珍しいの？いや、言われてみればローの言う通りだ。アルフェンまで？ああ、カラグリアにも妙な形の岩はあったが、ここのは別格だ。
見ろ、あの山なんて巨大な波がそのまま岩に変わったみたいだ。だろ、あっちなんてまるで化け物の角か爪だぜ。あれでなんで崩れちまわないんだ。ああ、できればあの下は通りたくないな。それはそう簡単に崩れたりはしないはずよ。そうなのか。メナンシアは地の精霊力を集めているはず。つまりそれだけ豊かということ。さぞ堅牢なことでしょうね。これだけ緑が生い茂ってるのもそのおかげってことか。精霊力ってのはその土地の姿にまで影響を与えるのか。あの岩山もそのせいなのかよ。強い力はそれだけ多くのものに影響を及ぼすわ。炎のようにこんな風に偏ってるのは本当は不自然だよ。こんなの本当のダナの景色じゃない。誰かがレナ人が手を加えたってことか。そう言われるとせっかくの景色もなんだか違って見えてきちまうな。うん、あれ敵か。やれやれ、うん、よっしゃ、よし。何？連戦ボーナス。容赦しないわよ。嫌いな。無責任。どうよ。マジで。風神拳。ヘッドで。大絶句。大王クーハ。凍てつく氷の槍よ。マジで。ソーラー。違う。武器も持たずによく戦えるな。これでも必死なんだから。やばい時は俺たちを頼れよな。何でれない。好きで覚えたんだ。使えるものは使うべきよ。ふふ邪魔よ。行くぞ。とどめ。炎を巻き込め。ヘッドオフ。カホ火量空破。食べれちゃうな。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その色を見ている。な、何がだ。深く考えなくていいのかなって。やったな。お、チンキ一点一暴れ。ほら、再起の言動。空中ジャンプ、ロンド旋風、ちょっと覚えとこう。だったらこれ敵引っ張れるから連携できるんじゃねえかな。レンガ弾からロンド旋風にデカリュープ派。不況出すまでもなかったな。どんどん行こう。押したかった。自由の必要ね。とどめ。だしびれろ。いくぞ。こう飛ばれるとやりたくて仕方ねえ。しよう。頼めるか。え、任せて。あ、当たる当たる。精霊術か。なら私が妨害を頼む。とどめだ。フリーブランカー。いいね。どうにか倒せたな。どんどん行こう。
るしかない。俺の真骨頂。行くぞ。よっしゃ。行くぞ。行くぞ。本当に見渡す限り緑で覆われてる。連戦連戦。近づかせないよ。ぶち抜く。やっと当たれ。終わった。ぶち抜いてやろうか。レンガ弾。避けろ。イエス。決めて。はいはい。はいはい。重装。ライフ。見たか。伝えた甲斐があったな。終わり。炎よ、ラッコメ、灼熱のバーンストライク、いいね、決めたい、灼熱のバーンストライク、いいね。ここからの攻撃とかは後にして、とりあえず戦おう。余裕の勝利だね。いいねいいね。どしなさい。アルペン灼熱の一撃。フラムエッジ突破。わ、これも気になるな。え、小戦。ああ、アルペンの炎版チリサザミみたいな感じかな。なんかちょっと突然するんだよな。ちょっと一回、はい、すいません、ちょっとキャプチャーを立ち上げ直しました。多分これでいくらか改善されるんじゃないかなと。とにかく連戦したいので、これやればやるだけボーナスつくんでしょ。容赦しないわよ。とどめ、レンガ弾、闇に自分たちの叫び、開けろ、こういうレンガ弾、入れとけ。だいぶ当てやすくなりましたね。もう倒したのか。お前の分も引き受けるか。決めたものの時間、これで終わりだ。 OK。 シオン、結構隙だらけになっちゃうから、ハキロンド旋風で画量空入って、
画竜戦での予想襲撃かな。うん、まあだんだん分かってきたんで、とりあえずいいや。よし、炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。一通り倒、あそこにまだ行ったか、間に合うか。よっしゃ、突破するぞ。と、いけるぞ。リベル精霊力を叩き込む。いいね、あっさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎた。近づかせないよ。やぞ、暴れ、決めてやる。と、ドクロタリーカム、決めてやる。やらせない。火の精霊力ライン。いけるぞ。え、何、いくらでも相手になってやる。俺は攻撃上げえぞ。落ち着けろ。何何、おお、落ち着いてるって。恐竜レジン、そうだ、連合だ。はっ、やるじゃん。だ、誰ですか。ドラゴンってちょっと待ってよ。よし、今のうち止める。交流連合だ。なれるわ。避けろ。熱波旋風。炎よ、巻き込め。うわ、あかんあかん、これ何、なんかやり、なんかダメだった。何これ、何これ、どういうこと。
ダイあな、な、なに急にこれ。勝てるってことガー飛んだ。うわいいね。シオンが先に首つけやがったな。あ、もしかしてオーバーリムさんいた？オーバーリムズだ。おお、モンハンかよ。遅いな。だ。待て危ねえ。かわいい。もうちょい。ありがとう。もうちょい。待て、リーウェルに回復、あの経験値入んねえ。おっしゃ、これで終わりだ。倒せた。え、何だったのあいつ。
また強くなったぜ。何ものすごい消耗したけど、さすがにあと敵いないかな。じゃあとりあえずこの辺の素材全部集めて、だいぶ稼げたか。あ、まだいたじゃん敵。攻撃あるのに。これ以上消耗は。囲まれたか。終わりだ。合流連合だ。ダンクテカホ。避けろ。フラメーチの発動もうちょっと速くないのかな。任せてくれ。邪魔よ。いいね。相手にならないね。相手にしなきゃいいの。向かってくるものはしょうがないでしょ。これは羽落ちた。こいつそこぶち込まないで。多分この回数何回かってもあると思うんだ。さっきのの狙撃手みたいな。自由に限りはあるのよ。交流連合だ。決戦で何言って行けるぞ。見たか。見てたぞ。空振りするところ見たんだね。面白い。これもう街の中入っちゃうかな。そんなのが違うのか。でもここにクエストがあるね。まあ、ここ超えないくらいで探索することにしておきますか。なんかいるな。動物。CP もちょうどなくなって、敵もちょうどいなくなって。多分いないよね。あ、なんかそこいるか？確かにあれだ。キャンプの。商人さん。ボーナスゲージがキュンと増加する。面白そうだからちょっと買っとくか。これ初めてのエリア探索するときにも使ってみよう。で、武器アンダーネイルいける。湾岸港っての手に入れないといけないな。
麗な刀身。ムーブリング。面白そう。打ってみよう。装備は見え。ノートがこれいいんじゃない？ラッキーバンドル、ラッキーバンドルじゃねえや。なんだっけ。これだ。直したか。ズーグルはともかく気持ちのいい土地だな。ここは通覚なくてもそういうことはわかるんだね。ありがたいことにな。それすらわからなかったらどうなってたんだ。匂いも味もない、見て聞くだけか。想像つかないな。絵を見てるような感じなのかな。何も触れられない世界。もしかしたら、シオン。飯。美味しい料理は幸せの魔法だね。誰も言ってないな。ゆっくり休んでくれ。ああ、別の、何もなくてもやっときた方がいいのか。よし、行こうか。はい。じゃあ、とりあえず今回はここまでにしておきましょう。いやー、ドラゴンの乱入にはマジでびっくりした。あれも一応ギガントなのかな。まあ、でもとりあえず倒したからラッキーだね。ああいう乱入で攻めてくるタイプのあるのもあるのすげえ厄介だったね。はい。まあちょっと今後もそういったことがあるかもしれないんで、ちょっとね、HP 管理とか怠らないようにしておかないといけないなと思いました。はい。では、テイルズ・オブ・アライズ実況プレイパート26。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見ていけるな。